この品評会は毎年開かれているもので、県内3支所の予選を勝ち抜いた温室メロン52点が出品されました。審査では審査員がメロンのネットの細かさや傷の有無を確かめ、香りや食感などの項目を一つ一つ審査していきました。生産者によりますと、今年は3月4月の寒暖差で温度や水管理に苦労したが、5月以降は天候も安定し、甘く美味しいメロンができたということです。